次に、第2の、三方一両損という事件について、見てみたいと思います。でこれはですね、畳屋さんの D とそれから建具屋さんの E の間の話です。まあ別に商売はあんまり関係ないんですが、その2人の話です。でこれは ある年の暮れに、畳屋を営んでます D がですね、借金をする必要が生じまして、ある人から3両のお金を借り受けました。でこれはまあ有り合わせの紙で包んで、歩いて帰ってきたわけですけれども、どうもその途中でお金を落としてしまった、家に帰っても見つからないということであります。で、奥さんにも呆れられるし、デイも大変困ったわけですけれども、しかし落としたものは仕方がないというふうに諦めまして、借金を返そうということで、夜も眠らず仕事をするということにいたしました。でこの3両ですが、実は建具屋の E さんという人が拾っておりました。E さん正直者でありまして、これは自分のものにせず落とし主を探そうということで包装紙を調べてみたところ、どうもこれ手紙の一部らしくて、そこに畳屋で様という文言が書いてあるのが見つかりました。しかし漢字の住所が書いてないと。でそこで E はじゃあもう仕事を休んで、この畳屋を探そうということで、毎日道中の畳屋を訪ね歩きまして、4日目にようやくこの畳屋 D さんのところにやってまいりました。で E が D に、あんた最近落とし物しませんでしたかというふうに聞くと、D はその直には答えなかったんですけれども、奥さんがいやいやあんたこの間3両落としたじゃないのというふうに言う。でそこで E さんはようやく見つかったということで、D に対して次のように言いました。せっかくですので、やや江戸風に言いますと、こんな風だったようです。さて、お前さんであったか、その金は私が拾い取りたい、落としてはこの節気にさぞご難儀であろうと存じ、金子を返さんとして、金子というのはお金のことですね、金子を返さんとして、今日まで4日訪ねある騎士にようよう探し当たって、頂上というのは大変満足であるということです。でいざ受け取りたまえというふうに今お金を差し出しました。そうしますと D はですね、意外にもいやいやいないな、我らは落とすほどの不幸せ、お前さんは拾うほどの家宝あり、返すに及ばずお前の特分にしたまえ、要するに私はもう落としてしまうような、不幸せなものなんだと、あんたはそれを拾うような幸運の持ち主だと、だからあなたの、ものにしておきたまえというふうに、で、D と E の間で受け取る受け取らないで大喧嘩になりました。江戸時代にはですね、こう紛争が起きてもすぐに訴訟を起こすというわけにいきませんで、近所のその名主などがですね、和解を試みるということが必要なわけですが、本件でもやってみたんですけれども、両方とも頑固で、ちっとも和解ができないと。でそこで奉行所に申し出ることになりました。で大岡はこの D と E の申し出を聞きまして、その日は裁判しなかったんですが、数日後に両人を呼び出しまして次のように言いました。いやいや、なんとも世間には欲深くて、訴訟を起こすというものが大変多くて見苦しいのであるけれども、お前たちはむしろ正直すぎるゆえにこのような訴訟に至っており、大変喜ばしいというふうに思うと。でお上にこの訴訟のことを報告したところ、やはり大変お喜びになって、E が拾った三両を、ご金蔵、これ国庫ですね、今のところ ご金蔵に納めて、で代わりにご金蔵から別の三両を貸しされた、賜ったと。でお前たちが争っている三両とは別のお金だから安心して受け取りなさいと。でただし、D は2両 E は2両、両人とも1両ずつ損をして2両ずつ受け取りなさいというふうに言いました。でしかしD と E はさすがに筋を通す人たちでありまして、いやいや恐れながら申し上げますと、3両の半分ずつ頂戴するというのは分かりますけれども、4両ということになりますと残り1両の出どころが分かりませんと。でそうであれば恐れながらやはり受領はできませんと。で大岡はいやいやなかなか難しい者たちだなというふうに言って、次のように言います。我も1両出して使わしたり、 E は3両拾いて2両取るゆえ1両の損、D は3両落として2両取るゆえこれも1両の損、
我も一両損、三人一両ずつの損なり、これまあ三方一両損というわけですね。でこれにはまあ礼も義も共に納得をし、まあ、両者はその後まあ仲良くなったというふうに伝えられております。というのは、まあ、三方一両損というお話なのですけれども、まあ、裁判でありますので、まあ、その法が適用されているのではないかというふうに思われます。まあ、あの事実に関してはですね、まあ、別に争っていないようですので、まあ、法があの適用されているのではないかと思われますが、一体じゃあどんな法がここで適用されているんだろうかということを考えてみます。でまあ、あの江戸時代の法、まあ、あの難しいので、まあ、現代の法律で考えてみたいと思います。でレジュメの3ページに進んでください。でまあ、いろんな法律が考えられるんですけれども、まあ、この落とされた三両というものは、まあ、現代法で言えば、まあ、遺失物ということになろうかと思います。でその所有権が誰に帰属するのかという、まあ、問題設定ができるということになりますが、そうしますとこの遺失物法の37条の1項というのがどうも適用されることになりそうであります。でまあ、本件の事実関係を考えてみますと、まあ、でもいいもそれぞれこの三両についてもういらないと、権利を放棄しております。したがってこの条文の中の、まあ、この第一段落の最後のところにあたる、それぞれ、所有当該物件の所有権は次の各号に掲げる当該物件を保管するものに帰属するということになりそうであります。従いまして、まあ、警察に届けられていたのであれば、その警察の属する都道府県に、まあ、その他の施設であればその施設の占有者に、まあ、帰属するということになる、まあ、いずれにしても、まあ、一種の公的な財産に属するということになり、裁判によって、でいいどちらかに、三両を押し付けるということは、これはどうも法律の適用ではできないということになりそうです。で、まあ、江戸時代においてもですね、まあ、本当に裁判をすれば、まあ、おそらくこのような結果になっただろうというふうに思われます。まあ、仮にあのそうでないルールがあればですね、これまあ大岡制度の中で、言及されてたと思いますので、まあ、そうはならないだろうと思います。しかしさっき見たように大岡裁きはですね、全然違うルールで2両ずつ取りなさいという判断をしているわけです。でじゃあまあこれ何をやってるのかということが問題になります。で、まあ、括弧3でありますが、